この不景気の中ランドクルーザー、プラド、サーフ、最近のトヨタは、高額な大型サブをお強気に販売しているように見えます。そんな中、米国トヨタは、2022年11月1日から4日まで開催される世界最大級のカスタムカーショーで、コンセプトカー、アルティメット・オーバー・ランディング・セコイア・ t R ・ D ・オフロードを出展しました。トヨタが 海外で展開しているフルサイズサブセコイアをベースにしたモデルとなりますがどのようなカスタムパーツが装備されているのか米国トヨタが出展したコンセプトカーアルティメットオーバーランディングセコイア t r d オフロードオーバーランディングとは車で長距離移動しながらテントでの寝泊まりやアウトドアを楽しむ旅のスタイルを指します夢のある車ですね アルティメット・オーバー・ランディング・セコイアは、そんな冒険の旅をサポートすべく、ルーフトップテントによる車上止まり設備や、悪道走破性を高めるカスタムパーツなどが追加されたコンセプトカーです。外観は、ホイールと揃えたブロンズと、黒を、貴重としたデカールが配され、存在感を強調。旅を、 快適にする装備としてルーフトップテントだけでなく45リットルサイズの冷凍冷蔵庫や給水タンク、電力配分システムなどを採用します。タイヤはトヨオープンカントリームとタイヤが装備される他最大3インチのリフトアップを可能にする車好調キット、スキットプレートウインチなどが追加装備され本格 w d らしさをさらに。 さらに LED ライトバーなども追加され、夜間の視認性にも配慮されています。トヨタの強気販売は今後も続きそうです。